自宅で揚げ物はしないって人が、それなりにいるみたいだけど、我が家は、普通に揚げ物をする。唐揚げとかとんかつとか、子供たちも好きだし、私の苦手なかき揚げも、夫はとても上手。うちは、食べ盛りの男の子が二人いるので、揚げ物率はちょっと高いかもしれないけど、やっぱり揚げたては美味しいし、それで慣れてるので、買ってくることはない。とはいえ、それも、人は人と思ってるし、買ってくる人を否定するつもりは全くない。が、その唐揚げをめぐって、面倒くさいことになった。昨年の秋、40代半ばの義兄が結婚して、奥さんを紹介しに、我が家に来た時に、あれこれ作ってもてなした料理の中に、鶏の唐揚げがあった。漬け込むタレに、すりおろしたニンニクを入れたもので、翌日が、休日の日限定だけど、時々、うちに遊びに来ていた義兄が、大好きなもの。義兄が、これうまいだろ?俺好きなんだ。って奥さんに言ったら、奥さんが、うん、美味しいね。でも、だからってリクエストしないでね。って言ったの。それで、義兄が、別にそんなこと言ってないじゃないか。嫁には、嫁の味があるんだろうし。って笑ったんだ。そしたら、目を吊り上げて、本当に吊り上がってた。そうじゃなくて、唐揚げにしろ、天ぷらにしろ、揚げ物はやらないわよってこと。って強く言い返した。夫の家は、普通に揚げ物やってた家庭だったから、義兄には意味がわからなかったらしい。ちなみに、義兄はずっと自炊してて、揚げ物も自分でやってた模様。そんな。俺、スーパーの唐揚げだったら、食べない方がマシだわ。って言ったら、じゃあそれもやめとく。もともとあんまり好きじゃないし、って。それからは、お通夜みたいな空気。それで、子供がテレビをつけて、クイズ番組やってたので、あーだこーだ言い合って、なんとなく楽しそうな空気を作ろうとしたけど、大失敗。むちゃくちゃギクシャクしたまま時間が過ぎた。義兄夫婦が帰った後、子供たちが、おっちゃんの奥さん、ほええー、とか言ってたけど、私も、これからあの人と親戚付き合いするのかと思ったら、憂鬱だった。揚げ物が嫌いとか作らないとか、それはそれでいいけど、今ここでする話じゃないよな。で、その後、義兄から、現在離婚話が進行中、と聞いたのが今年の春。結婚前には、いろいろ話し合ったらしいけど、まさか、揚げ物の是非で、こんなに気持ちが冷めるとは、って。義兄は、自分で全部やると言ってるらしいけど、揚げる時の匂いも嫌いだから、とにかく、家ではやるなって言うらしい。その割に、外食では揚げ物を注文しまくりらしいけど、そこまで合わないなら、早いうちに離婚した方が、お互いのためにいいと言ってるらしいが、奥さんが拒否してるそうな。なんか病弱で、実家が自営業なので、四十過ぎまで、そこの電話番しかしてこなかった人らしくて。そのご実家も、娘の結婚を見届けて、閉めてしまったらしい。義兄は十分稼いでる人だから、奥さんの希望通りに専業主婦やってて。それで、揚げ物しません。あなたが作るのもダメです。ってのは、義兄的には、何ふざけてんだ?って思ったそうな。奥さんのご実家は、あまり裕福ではないらしくて、店を閉めたのも、自営を続けるより、夫婦でそれぞれパートでもした方が、見入りがいいらしく、そっちにシフトチェンジしたんだとか。そんな実家に帰れないというのが、奥さんの主張らしいが。だったら揚げ物ぐらいでガタガタ言うなって、義兄が言ったことを、パワハラだと言ってるらしいんだよね。なんか、いろんな意味でよくわかんない奥さんだ。結局、半年分の生活費相当のお金を、手切れ金として渡して、ようやく離婚が成立。割と大手の結婚相談所の紹介だったんだけど、義兄は、もう結婚はいいって言ってる。